ダメンズ・コップは2001年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督、主演は J. チャンドラ・セ・カール。2001年1月に開催された三段ンンス映画祭で初上映された。本国ではカルト的な人気を集め、2018年には続編ダメンズ・コップにも作られた。日本では劇場未公開だが、レンタルが DVDVHS で、 セルがネット配信限定で行われている。アメリカのとある固い中。ハイウェイパトロールの騒音、ロッド・ファーバー、マック、ラビット、ホスターは仕事もろくにせず、一般人へいたずらを仕掛けて楽しんでいた。そんな5人の縄張りであるハイウェイに割り込んできては、手柄を取っていく、地元警察の連中を彼らは目の敵にしている。だが、ある時、死の予算削減のため、 ハイウェイパトロールの廃止が決定してしまう。そこで5人組は、ハイウェイパトロールを存続させるため、麻薬王のジョニー・チンポを追う。この映画は、評価が低く、ロッテントマトズでは、映画は88のレビューに基づいて35%の評価で、ロッテンとなったが、2001年度、サウス・バイ・サウスウエスト映画祭で、観客賞を受賞している。ありがとうございます。